はい、ではモチベーションの話、動機づけですね、心の。なぜこれをやるのかっていう、それの話ですね、をやっていきたいなというふうに思いますが、受験をするにしても、ダイエットをするにしても、お金持ちを目指すにしろ、健康を目指すにしろ、どんなこともそうですけれども、なぜそれをするのかということが固まっていないと、なかなか行動に移せなかったりっていうのがありますもんね。大好きなあの人に綺麗に見てもらうために、まあ、頑張ってですね、運動して3キロ痩せるんだとか、あるいは夏ビキニが着れるようにとか、いろいろそういう思いというのがあるわけですね。それを辛いこともいっぱいあるわけなんですけれども、そういうふうにこれっていうものを思うことで、よし頑張ろうみたいに思えたりするところがあるわけですもんね。なので、その動機づけというものは、なぜという部分は、どうやったらこう高められるのかみたいなところの話をちょっとしていきたいなというふうに思うんですけれども、多くの人は、まあ、これはちょっと受験対策の講座になるので、どんなところでも使えるわけなんですけれども、今これ受験対策になるので受験の話にしますけれども、多くの人は、例えば今の自分というのがですね、今の自分というのが、私というのがここにいるとでなった時に、例えばですけれども、じゃあケアマネ資格にしましょうか。ケアマネを目標に、ケアマネ資格を取るぞと、ここにこう目標を掲げるわけですよね。でこれに向かって今の自分で目標、ギャップがあるわけですね。ここに向かって頑張るぞということで、よーしということで行くわけですよね。ですが、うまくいく人はいいです。うまくいく人はピコーンってそのまま目標達成することあります、到達することですが、まあ中にはよし頑張るぞと言って頑張るんですけれども、途中でですね、その気持ちというのがウィーンとこう失速してですね、結局はケアマネには届かないというような人も、まあ、いたりするわけですもんね。ケアマネ試験というのは合格率というのが、ここ5年でいうとですね、平均が17% になりますので、まあ、100人受けて83人が落ちる試験になるわけですよね。その人たちは往々にしてこういうようなカーブというのを、受験カーブというのを描いているわけですよね。ですけど、これだとちょっと受からんなというところですよね。ですが、こういうふうに考えてみたらどうかということなんですけれども、今の私がいると、でケアマネはまあ持っているとして、その資格証が欲しいわけじゃないですもんね。A4 でこう、A4 のですね、資格の、合格証、資格証というのがもらえますね。これはまあ都道府県資格になるので、その都道府県によってですね、まちまちなところはあるんですけど、こういうような介護支援専門員証というカードですね、ちっちゃいカードっていうのが、まあ、ラミネートとか代替されてるわけですけど、それがもらえたりするんですけど、それが欲しいわけじゃないですもんね。その先に何かを見てるわけですもんね。例えば居宅介護支援事業所、ケアマネさんとして活動したいとか、まあ、単純にまあ資格だけ持ってるだけでもいいかなという場合ももちろんあるとは思いますよ。勉強が好きで資格取るのが好きとかですね、まあ、何やかんやどかこかで生きるかもしれないからって取るのも、いろんなパターンあるかと思いますけど、その先に人生を見てるわけですもんね。なので、じゃあその先にどんな人生を見るかということなんですが、まあ、例えばですけど、まあ、この介護福祉の世界であるならばですね、例えば、なんか私は妄想してみたらいいですよね。よく昔宝くじに当たったら何に使うかなとかっていうことを、まあ、子供の頃とかっていうのは結構真剣に考えたり、あれにしようか、まあ、家を買ってとか、こう車なんとかっていろいろ想像したかと思うんですが、あんな感じでいいんですよ。もし今ここで思うだけで全てが叶うとするならば、思っただけで、書いただけで本当にそれが達成するとするならば、自分はどんなことがしたいのかなっていうことを考えてみるわけですよね。な時に、例えばそれだったら私は今はこう介護方法とか上のトップの人とかとちょっと思ってるところも違ったりするから、やりたい介護を好きにやれたらいいなと、それも自分勝手にやってるとかっていうよりかは、そういうようなことを同じように共有できるような思いを共有できるような仲間たちがいて、それで利用者さんたちというのもたくさんいて、利用者さんたちも嬉しい、仲間たちも嬉しい、自分も嬉しい、社会にとってもいいというような、そんなような施設とかできたらこれ理想だなとかっていうふうに例えば思ったとしますよね。そうなった時に、じゃあ有料老人ホームとかっていうものもできたらいいなと、まあ、3個ぐらいもし経営できたとすれば、まあ、30床の有料老人ホームとかっていうのがまあ3個ぐらいあったりとかすれば、まあ、これはまあ約100人ぐらいですよね。ちっちゃい宅老所とかも入れたら、まあ100人ぐらいのですね、まず社会貢献にもなって利用者さんにとっても嬉しいし、まあ、これぐらいになってきたら従業員の規模っていうのもそれなりですよね。それがみんな自分の思いとかに共有してくれているみんなが仲間であるならば、これはこれで楽しいなと、一体感もあるなっていうのがありますよね。
で自分自身もいいなっていうことですよね。なのでこういうのもいいなと思ったと例えばしますよね。で有料老人ホームっていうのはいきなり3個ドンっていう感じではないですよね。3個やる、まあ、順番であの階段でも1段目2段目3段目とありますので、このステップというのがありますもんね。なので3つ運営している経営している目3つ目がですね立ってる前には2つ目っていうのをやってる時期というのがもちろんあるわけですよね。でなるとこれ有料老人ホームというものを、まあ、2つ経営している時代というのもあるわけですよね。で当然最初の一歩1個目というのをやっている時代というのもあるわけですよね。で有料老人ホームとかっていうのは、まあ、例えば30床の有料老人ホームを、まあ、居抜きで買い取るなんていうケースもありますけれども、まあ、そうじゃなくて自分で建てる新築で一からスタートするとかっていうことであれば、もちろん地域にもよりますけれども、まあ、大体2億とか3億ぐらいですね、あの必要なことっていうのが多いわけですよね、地方なんかだと。でそうすると、まあ、多くの場合は、まあ、銀行から融資を受けてスタートするっていうような形になりますが、いきなりですね何の経験もないような状態で勤め人からですね2億3億の借金をいよいしょとゼロってこう進んでいくとですね、こう足こきがガタガタきてそのままババババって倒れてしまう恐れというかリスクというのがありますよね。ちょっと怖いなという感じありますよね。なのでまあそうなる前にいや待ってくれと、いきなりのそのよいしょは重すぎる可能性があるから、もうちょっとですね小さく小資本からやってやれ経験を積んでいこうかなと思ったとしたら、例えばここで託老所なんかっていうのをやるという選択肢が、まあ、一つでできますよね。託老所とかだったら、まあ、そんなに、ね、大きくかかりませんので、まあ、託老所っていうのをこう、まあ、レンタルなりなんかでこう借りてですね、でここ利用者さん、まあ、これはもう数はまあそれぞれですけど、まあ、5人から10人とかこう、まあ、利用者さん入ってもらって、でそこに、まあ、訪問介護とか、あるいはきちんとしたスペースが取れるようなところだとすれば、まあ、デイサービスですよね、通所介護の指定を取って、でまあ、といえば、まあ、居宅介護支援事業ですよね、事業所の、指定というのも取って、まあ、自分がケアマネさんなんかになってですね、利用者さんたちのケアプランを組ん で訪問介護とかデイサービスなんかを使って介護報酬を回していく、もちろんこの居宅介護支援事業所ちょっとしての介護報酬も回すことで、まあ、小さくですね最初運営をしていくということですよね、ということをまずやってみると、まあ、この大きくやるためにあたってのこのデモンストレーションみたいな感じですよね、小さくやってみるということですよね、っていうのも、まあ、流れとしてですね、道理としてまあまあそういうのも必要かなとかって思ったりしますよね。じゃあちょっと近所の家とかも見て、なんかそういうような目ぼしいところないかなとかいうようなことをこう考えたりとかしますよね。ですがその前に、今までずっと勤め人だったし、経営、まあ、高校なんかも普通科を出てて、経済とかそういうのは経理とかそういうのは勉強してないから、ちょっと経理の勉強も一つしておいた方がいいのかなと、まあ、簿記の2級を取りましょうとかそういうような話じゃないけれども、まあ、経理の本なんかでもちょこっとは読んでみた方がいいかなということで、まあ、経理の勉強でもしてみようかなと思ったとしますよね。ですし、まあ、その経理という実務の前に今までは雇われだったから、まあ、実際のその経営とか事業とか商売そういったものについて学んだことはないから、なんかそんなようなところの分野のことも、まあ、本何冊か読むとかですねして、少しはちょっと勉強しておいた方がいいのかなとかって例えば思ったとしますよね。でこれから30章とかってなって 3つとかやるとすれば、まあ、これ従業員の数も多くなってくるし、自分の体が資本だからきちっと健康管理していかなきゃいけないなということで、まあ、健康について学ぼうとか思ったりも例えばしたとしますよね。今まで結構そういったところは無頓着だったけど、これもちゃんとやろうとか、で朝の運動とか、なんか1日20分歩くとかそういうような運動もして、体もきちんと作っていかなきゃいけないなとか、こういろいろ段階ってありますよね。ただいやいや待て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 と、その前に今いろんなこと考えてきたけれども、私はまだケアマネ資格を持っていないじゃないかと、これ持ってなかったら始まらんぞと思ったら、ここに例えばケアマネ資格とかっていうのが出てくるわけですよね。そうするとこれ今から頑張るわけですけど、ウィーンと頑張るんですけど、頑張ったけどやっぱり志半ばで落ちてしまったとかってなったとしてもですね、有料老人ホームの1個ぐらいは経営してたりするわけなんですよね。ことがあったりする、そういうふうにつながったりするということですね。なので、まあ、ケアマネなんていうのはもう通過点も通過点で、まあ、朝飯前で撮ってたりするわけなんですよね。
こっちは片や目標としていたので、うまくいく人は届きます、うまくいく場合もあります、もちろんですが、まあうまくいかないというようなこともあったりするわけですね。でもこっちだと、まあ、同じようなこうカーブを描いてるわけですね。受験カーブというか、こう目標に向けてのカーブですね、描いてるわけですけれども、こっちはケアマネというのは突破してる、で有料路上法の1個ぐらいやってると、こういうような違いというのが出てくるので、自分のその動機づけというものを上げていくっていうことをすると、わりかしシンプルに簡単にですね、そこの下の部分というのは通過点のように突破していくというようなところも、まあ、心理的な要素としてあったりもしますので、まあ、こういうように自分は本当は何をしたいのか、目標をケアマネ合格にセッティングするんじゃなくて、もっと上の何か、その先に何を見るのか、自分の人生に何を見るのかっていうところまで見ておくと、スッといったりするっていうことですよね。で、これとこれっていうのは、なんかこれが必殺技であれば、まあ、それはそれでいいんですけれども、ただ一つですね、思うのは、例えばこれっていうの、こっちもこっちも同じなんですけれども、あくまでも目標はここなわけですよね。で、そこに届くか届かないかということで、こっちが幸せに満ちているかといったら、そういうわけではないんです。やっぱり自分の目標に向かって、そこが届くか届かないかというだけなんですね。だからケアマネを取ったとしても、こっちはケアマネを目標にしてケアマネ合格すれば嬉しいと、やったーとなるんですけど、こっちはこれを目標としていますので、ケアマネに合格していても、そんなのは当たり前すぎるみたいな、全くそこに喜びとかですね、嬉しさとか充実感とか充足感みたいなものは感じないので、なのでまあ何でもよしあしみたいなところはあるんですけれども、ですけど、まあ、一つの心理の側面ではありますよね。一つの心理は物語ってるかなと思いますので、なので、まあこういったところというのも頭に入れてみてですね、その自分の人生に何を見るのかっていうところまで上げていくと、スッといろんなところを突破していくというようなところもあったりするので、なんかそういったところに頭、思考を巡らせてですね、活かしてみるといいのかなというふうに思います。ということで、このモチベーション戦略の話は以上になります。どうもありがとうございました。